桃太郎電鉄シリーズ、桃太郎電鉄タッグマッチ友情、努力、勝利の巻。桃太郎電鉄タッグマッチ友情、努力、勝利の巻。は、ハドソンから2010年7月15日に発売された PSP 向けボードゲーム、桃太郎電鉄シリーズ第20作。ダウンロード版は2011年1月11日から2011年11月13日まで。 プレイステーションストアで配信されていた。ハドソンのプレイステーションシリーズ最後のパッケージソフトであった。プレイステーションポータブル向けに発売された唯一の桃太郎電鉄シリーズ。ソニーの家庭用ゲーム機向けタイトルとしては、プレイステーション2版の16以来。2010年4月15日に正式タイトルを発表するまでは、桃太郎電鉄 T という歌唱で呼ばれていた。 本作では2010のゲーム内容をベースに2つのチームに分かれて競う桃鉄タッグマッチモード等の新要素が追加されており w e i 版2010からマップの地形等ゲームバランスが一部変更されているプロレスのタッグマッチにちなみ本作のオープニングでは東京ドームや国技館をバックにしてヤシャ姫、浦島太郎、金太郎 犬猿記事がプロレスラーに扮して登場している。CM イメージキャラクターは山本あずさ、川島国博、熊田正志、福島義成、吉田サラダ。また CM 内の BGM、それいけ、桃鉄の歌唱を鉄友が担当した。日本を舞台とした家庭用ゲームキムケシリーズとしてはハドソンが開発、販売した最後の作品である。 また本作は、土井隆之がすべてのキャラクターのデザインを手掛けた最後の日本を舞台とした家庭用シリーズタイトルとなっている。桃太郎電鉄2010戦国維新のヒーロー大集合の巻歴史ヒーローを参照。桃太郎電鉄2010戦国維新のヒーロー大集合の巻登場駅を参照。ありがとうございます。